礼の気持ちをちゃんと残る形で伝えたくて。はあ、リンリンの誕生日パーティー楽しかった。予約してたお店もいい感じだったしね。お店からのサプライズには驚いたわ。予約した私にも一切知らされていなかったもの。確かに凛子よりさよの方が驚いていたかもしれないわね。それあの時のさよの表情すっごく良かった。スマホで写真撮っておけばよかったな。皆さん本当に素敵なお誕生日パーティーをどうもありがとうございました。それでそのお礼と言ってはなんですが、よければこれを受け取ってもらえませんか。あ、すごい綺麗なカード。紙に刺繍がしてある。これもしかして凛子の手作り？超おしゃれじゃん。中には私たちへのメッセージが綴ってあるようね。皆さんに渡そうと思って用意してきたんです。お礼の気持ちをちゃんと残る形で伝えたくて。お祝いするつもりが素敵なプレゼントをもらってしまったわね。すっごく嬉しい。ありがとうリンリン。アコ、このメッセージカード超大事にするね。よく見たら全部刺繍のデザイン違うじゃん。すっごい。あれ、でもこれ凛子の分がなくない？え、それはそうですね。自分の分は用意していないので。そう、それなら私たちが取るべき行動は一つですね。賛成。今度私たちにも紙刺繍を教えてよ。みんなで凛子の分作ってくるからさ。皆さん、はい、ありがとうございます。凛子ちゃん、お誕生日おめでとう。これ私たちからのプレゼントです。え、あの、あ、ありがとうございます。これは小さいブーケと花瓶。白と水色のグラデーションが綺麗でしょ。絶対凛子ちゃんに似合うと思って買ったんだ。机の端に飾ればちょっとした癒しにもなりますしね。すごく嬉しいです。ありがとうございます。よかった。小さい花瓶に合わせて花束を作ってくれるお店後で教えるね。よかったら今度一緒に行きませんか。実はアコも行きたがってて。うん、それじゃあみんなで行こっか。すみません、わがまま言っちゃって。いえ、すごく嬉しいです。みんなでお花屋さんに行く日楽しみにしてますね。